それではタカパイさんをディスコードで拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では始めていこうと思います。コミュニティサービスにおけるレコメンデーションの変遷と機械学習パイプラインについてというタイトルで、野沢が発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちはということで、今日はですね、ちょっとレコメンデーション何もわからんっていう状態からいろいろ試行錯誤してきた変遷についてお話ししようかなと思っています。はい、でですね、ちょっと途中で表現が誤っている箇所とか、まあ、もしかしたらあるかもしれないので、まあ、その場合はご指摘いただけるととても嬉しいです。はい、でまあお願いなんですけれども、本日の発表ですね、ぜひコメントを、まあ、Discord のチャンネルでも大丈夫ですし、Twitter などでも、いただけるととっても嬉しいです。これは全然ポジティブでもネガティブでも、はい、ウェルカムなのでよろしくお願いします。はい、今日ですね、話すことはざっくりこんな感じですね。最初にちょっと自己紹介とかさせていただいて、その後ですね、実際にレコメンデーション、まあ、どういうことをやってきたのかみたいなところを、まあ、ここはメインでちょっと話してつつ、最後にですね、機械学習パイプラインのところについて、まあ、5分ほどちょっと駆け足になっちゃうかもしれないですけども、まあ、話していこうと思います。はい、まず簡単にちょっと自己紹介なんですけども、私野沢貴信と言いまして、コネヒト株式会社というところで今機械学習エンジニアとして働いています。はい、ツイッターなどは、タカパイ0210っていう ID でやってます。で仕事はですね、まあ、自然言語処理だったりとか、まあ、推薦システムをメインにやりつつ、まあ、結構 AWS でその機械学習基盤を作ったりとか、まあ、そういったことをしています。でその機械学習を使って、まあ、どうやってビジネス貢献するかみたいなところに興味があって、今その辺を取り組んでいたりします。はいですね、友人と週一で技術系のポッドキャストを配信しているので、まあ、これちょっと宣伝なんですけども、よければこのツイッターのハッシュタグ WIPFM とかで検索していただけると見つかると思いますので、よろしくお願いします。最近だと、そうですね、サイキットランの 1.0 のリリースノートを見ながら喋った回とか、あとはネットフリックスさんのブログですね、 AB テストの連載ブログを見ながら喋るみたいな回をやってたりします。はい、で次にですね、実際会社で運営しているサービスについてご紹介したいと思いますと。まずですね、ママリというサービスを運営しています。こちらはですね、悩みと共感を軸に、ママに寄り添う 2C 向けのサービスになっています。はい。まあ、これですね、ママさん同士で悩みを相談し合う QA のコミュニティというところをメインに、アプリだったり、ウェブだったり、SNS といったところに、まあ、サービスを展開しております。でもう一つですね、家族ノートというものがありますと。こちらはですね、最近ローンチされたサービスなんですけれども、先ほどのママリっていう、アプリの中でユーザーさんが実際に検索したデータとか、あとは投稿したデータですね、質問を投稿したとか、まあ、そういうデータを分析できる 2B 向けのサービスになっていますと。まあ、実際にそのアプリ内での、まあ、リアルな声だったりとか、行動のログっていうのを、見える化して、実際に家庭の抱える課題などの分析を可能にしているサービスになっています。はい。で、まあ、本日話すレコメンデーションのところなんですけども、今日はですね、ママリというアプリの中で、一機能として提供しているものについて話そうと思っていますと。まあ、こんな感じの UI で提供されていますと。まあ、このスクリーンショットだとですね、お金関連の、まあ、質問がレコメンドされていることが、まあ、なんとなくわかるかなと思います。はい、でレコメンデーションのアーキテクチャの全体像なんですけども、ざっくりこのようなイメージになっていますと。でですね、バッチ処理で実際に、レコメンデーションの結果を事前に計算しておいて、機械学習の API からは、その計算済みのデータを取得して、実際にアプリに提供しているみたいな形になっております。はい、では、メインパートの方に行こうと思います。まずですね、レコメンデーションってどんなものがあるかご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、簡単に紹介したいと思います。まずレコメンデーションって言われると、まあ、一番有名というか最初に出てくるのが協調フィルタリングとかかなと思っています。でこちらですね、まあ、ユーザーベースだったりとかアイテムベースといったまあ手法があるかなと思っていて、このアイテムベースの方は、まあ、Amazon が使っていた、まあ、今も使っているかもしれないんですけど、まあ、それでちょっと有名かなと思っていますと。まあ、これどういうものかっていうと、あるユーザーのアイテムに対する評価値っていうのも、そのアイテムと似てるアイテムに付けられた評価値を利用して予測しましょうみたいなものになっていて、
まあ、実際そのアイテム同士の類似度みたいなのを計算できるので、まあ、それをもとに関連するアイテムみたいなのも推薦も可能になっております。ちょっと下に図解をしているんですけれども、まあ、この協調フィルタリングとかってその評価値行列みたいなものが必要で、ユーザー×アイテム数みたいな行列を作っておいて、でそこでなんかそのユーザーさんがどのアイテムにこういう評価をつけてますみたいな、まあ、行列を用意しますと。まあ、こういう評価っていうのは、まあ、例えば Amazon とかとレビューとかですね、星が1つとか5つとか、まあ、そういったものを想像してもらえればいいかなと思っていて、でまあ、この行列があると、今度アイテム同士の類似度っていうものがまあ計算することができますと。で、このアイテム同士の類似度の行列ができると、じゃあ今度ユーザーさんに何を推薦すればいいかということで、まあ、この例だとですね、ちょっと右の図に行くと、ユーザー D さん、この人はアイテム2に対して3という評価をつけてますと。で、まあ、他のアイテムは何も評価をつけてないというときに、じゃあ1と3と4、どれをレコメンドしてあげればいいかというと、このユーザーのベクトルと先ほど計算したアイテムの類似度行列の積を取ると、それぞれのアイテムのスコアがまあ計算できるので、まあ、この例でいくとアイテム4が一番数値が高いので、まあ、これをレコメンドするといいんじゃないかみたいなものになっています。はい。で、まあ、もう一個ご紹介すると、マトリックスファクタライゼーションというものもあったりしますと。まあ、これはですね、Netflix が主催したコンペで、まあ、登場したものでして、まあ、先ほどの協調フィルタリングとかだと、さっき言ったそのユーザーとアイテムの評価値行列っていうのは結構素であることが多くて、まあ、なかなか精度の問題とかデータが少ないと、そもそも類似ユーザーとかアイテムを十分に見つけられないみたいな、まあ、課題もあったりしましたと。で、このマトリックスファクタライゼーションは、まあ、名前の通りですね、さっき その評価値行列っていうのも分解するんですけども、ユーザーの特徴量行列と、まあ、アイテムの特徴量行列っていうものに分解して、まあ、それらを使うことで、密な行列をまあ作れるみたいなものになっています。まあ、図にするとこのような形ですね。さっきのユーザーとアイテムの評価値行列があったときに、これを、まあ、この例だと、ユーザーの特徴量行列 P っていうものと、アイテムの特徴量行列 Q っていうものに分解、1回分解しますと。で、分解したものをさらに積を取ると、一番右下のような、まあ、密な行列が得られて、まあ、この中で、実際に数値が高いものをユーザーさんに、まあ、推薦するといいよみたいな形になっておりますと。で、今回のレコメンデーションもですね、最初のモデルには、このマトリックスファクタライゼーションを採用して進めました。はい。では、ここからですね、実際に、サービスにどのようなレコメンデーションを入れていったかみたいな変遷に移っていければと思います。はい。最初はですね、TensorFlow を用いた、行列分解、先ほどのマトリックスファクタライゼーションですね。これを使ったレコメンデーションを実装しました。はい。で、これはですね、行列分解を、TensorFlow のエンビディングレイヤー、埋め込みレイヤーですね。これは多分他の深層学習のフレームワークにもあると思うんですけども、まあ、それを用いて実装してますと。で、まあ、このような式でユーザーの思考がスコアリングできると仮定して、モデリングしています。これ簡単に言うと、まあ、R っていうのは先ほどの評価値ですね。Amazon で言うとレビューの点数だとか、まあ、映画とかもレビューの点数とか。で、V っていうのが実際にユーザーとかアイテムの、特徴ベクトル。で、B がバイアスになっていて、まあ、この時のバイアスっていうのは、例えばその、あるユーザーさんがつける評価っていうのは全体的に低い傾向があるよねとか、高い傾向があるよねみたいな、まあ、そういったものをバイアスと呼んでいます。で、実際にサンプルコードはこんな感じになりますと。はい。まあ、入力として、ユーザーの ID とアイテムの ID を渡してあげて、まあ、そこから実際それぞれの、埋め込みベクトル、と、バイアスの、エンベディングレイヤーにつなげて、で、埋め込みのベクトルのところは、まあ、積を取って、で、最後に、バイアスを足してみたいなネットワークになっています。で、これ、学習後のエンベディングレイヤーっていうのは、まあ、ユーザーとアイテムのそれぞれの分散表現が格納されるので、まあ、ここから重みを取り出すことで、例えば、類似度の、類似ユーザーとか、類似アイテムみたいなものも取ってこれます。はい、じゃあ実際このモデルですね、サービスに入れてどうだったかみたいな話なんですけれども、この時はですね、30% のユーザーを対象に AB テストを実施しました。で、サービスの方でですね、ベンチマークとしている数値があったんですけども、それを追いつこうみたいな形で入れたんですけれども、まあ、レコメンドの数値としては、
この紫のような形でですね、ベンチマークとしていた数値にはまあ届かずみたいな形でした。はい。まあまあ、最初からそんなにうまくいくわけはないなとは思っていたんですけども、まあ、ダメだったと。で、まあ、これ結果を見てみると、まあ、どうだったかというとですね、推薦されている質問のカテゴリーに偏りがあることがまあ分かってきましたと。で、カテゴリーっていうのは、ママリのサービスの中にですね、質問を投稿するときに、例えばこの質問は子育てのカテゴリーだとか、あと仕事のカテゴリーだとか、そういうのを選んで投稿するんですけども、まあ、そのカテゴリーに結構偏りがありましたと。で、まあ、そもそもそのカテゴリーごとに投稿されている質問の総量にばらつきがあってですね、まあ、そのなんか人気カテゴリーみたいなのがあって、まあ、そういうカテゴリーはとても質問投稿数が多いですと。で、今回はですね、その特定期間内に何回以上のビュー数がある質問っていうのをレコメンドの対象としてまあ計算してたんで、そもそも投稿数の多いカテゴリーの質問がまあ推薦されやすくなっちゃってたみたいなことはありました。はい。で、まあ、この結果を踏まえて、次のモデルを開発していきましたと。で、次にやったのがトピックモデルを活用したレコメンデーションですと。はい。で、トピックモデルってまあ何かって簡単に触れておくと、まあ、文章が複数の潜在的なトピックから確率的に生成されると仮定したモデルになっていますと。で、まあ、有名なやつだと LSI とか PLSI とか LDA とか、まあ、その辺があったりします。で、今回は LDA を使っています。で、このトピックモデルなんですけれども、トピックの数とトピックのラベルっていうのは人間が決める必要があるのが特徴かなと思っていますと。まあ、例えばですね、トピック数を3と指定してモデリングした場合ですね、そのモデルに何かしらのこう文章を突っ込むと、出力として3つのトピックのそれぞれの確率分布が得られますと。この表のような形ですね。で、この場合はですね、例えば1個目のあと1球でノーヒットノーランみたいなものは、トピック1の値がすごい高くなっているので、これはなんかちょっとスポーツ系のトピックだなと、トピック1は。で、2つ目の、この一人親世帯に特別給付金みたいなものは、トピック2の値がすごい高くなっているので、まあ、これは経済系のトピックからみたいな、まあ、そういう解釈っていうのは人間が行う必要がありますと。そういう特徴があります。はい。でですね、これなんでトピックモデルを使おうと思ったかみたいな話なんですけども、まあ、ママリっていうサービスはですね、月間で130万件ほど QA が投稿されていますと。まあ、なので、まあ、例えば直近の1ヶ月間に投稿されたデータを、まあ、レコメンドの対象としても、まあ、対象件数がかなり多いですと。なので、トピックモデルを活用して、ユーザーのざっくりした思考を推定できれば、レコメンドの対象の質問をある程度絞った上で、まあ、そこからランキングして出せるんじゃないかみたいなことを想像してましたと。はい。まあ、でもですね、またトピックモデル使わなくても、そのさっき言った質問のカテゴリーみたいなものを使えばいいんじゃないみたいな話もあると思っていて、まあ、例えば子育てっていうカテゴリーの投稿をよく見ているユーザーさんっていうのは、まあ、子育てに興味があるよねみたいな、まあ、そういう話ですね。実際にですね、その子育てカテゴリーとかに投稿されている質問をまあ見てみるとですね、まあ、同じカテゴリーに投稿されていても内容が結構異なるみたいなことは多いですと。で、ここで例で1個持ってきたのはですね、これ両方とも下の画像ですね。子育てっていうカテゴリーに投稿されている質問なんですけれども、画像の左側がですね、生後1ヶ月の赤ちゃんの場合、夜は何を着せて寝かせていますかみたいな、まあ、いわゆる服装の話ですよね。になっています。まあ、これも子育ての、悩みかなと思っていますと。で、右側に行くとですね、こちら今度幼稚園でなんとなく合わないな、苦手だなと思うママさんの子と自分の子が仲良くしてるよって方いらっしゃいますかみたいな悩み。でして、まあ、こっちはどちらかというと、その幼稚園での悩みになってますと。なんで、同じカテゴリーの、同じ子育てのカテゴリーだけど、内容の経路っていうのはかなり違いますと。まあ、なのでですね、まあ、どのカテゴリーの質問をよく見ているかだけだと、ユーザーがどんなことに悩んでいるとか、実際何に興味があるのかみたいなところを、まあ、予測するのは、まあ、かなり難しいなっていう、まあ、所感がありましたと。まあ、こういう理由からですね、トピックモデルを使ってユーザーの思考を推定できないかと思って、まあ、分析を始めました。で、今回はですね、GenSim という自然言語処理の OSS を使っています。はい。で、まあ、GenSim を用いたトピックモデリング、まあ、どうやるかっていうところを簡単に触れると、まあ、こんな感じですね。日本語の場合は、一回分かち書きしなきゃいけないんですけども、分かち書きした後にそのデータから辞書を作成して、LDA のモデルを学習させますと。まあ、この例だとトピック数が20ってして、指定して学習しています。
はい、もちろんですね、生成したモデルから各文章のトピック分布を取得することも可能になっています。でこの最後にですね、トピック DF っていうところにこのトピック分布を今入れてるんですけども、これ中身どうなってるかっていうと、このような形になっています。はい、今回トピック数を20としたので、カラマのトピック0からトピック19まであるって感じですね。でこれ例えばですね、今線を引いたデータを見てみると、トピック3っていうカラムの値が一番高いですと。なので、この文章トピック3に帰属しているということが分かります。はい。じゃあ、このトピック3って何なのみたいな話なんですけども、それはですね、学習したトピックについて、それぞれの品質語を取得することで、各トピックの解釈ができますと。コードはこんな感じですね。そうすると右のようなデータフレームが得られて、トピックとワードと、ここではウェイトってしてるんですけども、どれぐらい単語が出てくるかみたいな話ですね。で、これちょっと図にプロットすると分かりやすいんですけれども、こんな感じになりますと。で、プロットしてみると、いい感じでトピック学習できてるなということが分かりますと。この図で言うと、例えば一番左側ですね、上から出産とか入院とか産後とか、赤ちゃんみたいな単語が来ているので、これは結構出産系のトピックだなとか、で真ん中のトピック3のところに行くと、上から作る、ご飯、朝、離乳食みたいな形なので、これは家事とか食事ですね、のトピックだなとか、で一番右のところは、入るとか場合とか育休、保険、扶養とか、そういったことが来ているので、仕事とかお金のトピックになるかなっていう、いい感じのものができてますと。はい、質問のトピックはそれなりに良さそうなのをここで計算できたっていうところで、実際にこのデータを用いてユーザーが興味ありそうなトピックを推定していきますと。はい、これどうやるかというと、図のような形になっていて、ユーザーごとに直近で見た質問 N 件を取ってきますと。で直近に見た質問の重みを大きくするように、トピック分布に重み付けをして、で最後に平均を取って一番大きいトピックが、ユーザーの興味トピックだなという定義しております。はい、でこの興味トピックを用いて推薦対象の質問をユーザーごとに抽出して、推論を行うみたいな形ですね。はい、で全体像は、こんなような形になっていて、さっき話したトピックを推定するみたいなものが前段にあって、ここでざっくりですね、ユーザーごとに興味トピックというのを推定しますと。でその後に、行列分解の一番最初に説明したモデルでランキング付けします。はい、でこのモデルの結果どうだったかというと、前回のモデルをアップデートする形で AB テストをやりましたと。そうするとですね、ベンチマークとしてた数値と同等くらいの数値を出せるようになりましたと。はい、これはめでたいということで、ただですね、改善点がいろいろあって、今回ですと、興味トピックを推定して、その質問の中からレコメンドしてるんで、なんか多様性とかあんまり考慮できてないな、だったりとか、あとモデルの構造上ですね、ユーザーごとに推薦質問、すべてのデータを作って推論する必要があるので、処理に時間がかかっちゃうよね、とか。例えば、質問が100個あった場合は、ユーザー数 ×100 件のデータを作って、推論しなきゃいけないね、とか。ね、あとはなんかその、ユーザーの属性情報ですね、年齢とか、地域とか、そういった情報を使って学習させるのが難しいみたいな、そういう改善点がありました。はい。この辺を踏まえて、次のモデルに行って、次がそのニューラルネットワークを活用したソフトマックスレコメンデーションということで、モデルの開発に行きましたと。で、ここで言ってるソフトマックスレコメンデーションって何ぞやっていうところなんですけども、ニューラルネットワークを用いてマルチクラス予測問題を解くモデルのことを言っています。それをレコメンデーションに適用したみたいな形ですね。で、入力の情報はユーザークエリって書いてあるんですけれども、例えばユーザーさんが行動したログから抽出したベクトルだったりとか、あとはユーザーの属性情報ですね、年齢とか地域とかを入力としています。で、出力はですね、アイテム数に等しいサイズの確率ベクトルというものになります。はい、この辺詳しく知りたい方はですね、Google さんがブログを書いているので、そちらを参照していただければと思います。はい。じゃあ実際にこの人でどういうふうに使っているかというと、この右のような図で設計していますと。はい。で、入力はですね、ユーザーがクリックした質問の
埋め込みベクトルから計算したユーザーベクトルと、あとユーザーの属性情報ですね、年齢とかいろいろを入れてます。はい、まあ、ここで質問の埋め込みベクトルっていうのは次のスライドで詳細を説明しますと。で、出力の部分は、質問 ID の確率分布になってます。はい、で、まあ、こういうふうにすると何がいいかっていうと、まあ、そのさっき言ってたユーザー数かける質問、推薦質問分のデータを作る必要がなかったりとか、あとも学習に使うデータの特徴量っていうのは柔軟に拡張できるということが挙げられるかなと思います。はい。ではですね、ここで言ったこの質問の埋め込みベクトルって何ぞやみたいな話なんですけれども、まあ、ここは今回ワード2ベックを、まあ、質問 ID に使いましたっていうところで、各セッションでクリックした質問 ID を、時系列に並び替えて、それを一つの文章とみなして質問 ID の分散表現を計算していますと。まあ、ここポイントはですね、質問の本文っていうのは全く加味せずにベクトルの計算を使していますと。まあ、よくあるのは、その質問文、まあ、文章を携帯負荷解析して、ワード2ベック、まあ、あと最近はバートとかですかね。で、まあ、ベクトルを計算することが多いと思うんですけども、まあ、今回その質問 ID をそのまま計算に使うので、まあ低コストで分散表現を計算することができますと。で、それをまあどうやってユーザーベクトルに変換するかというと、まあ、ここはシンプルにベクトルの平均を取っていますと。で、これをまあ学習データに使っています。でですね、この質問 ID だけで、まあ、良い分散表現計算できるのみたいな話なんですけれども、まあ、今回ですね、ちょっとコサイン類似度で定性的にチェックした結果を、まあ、いくつかご紹介していこうと思いますと。はい。で、まず一つ目ですね。これ上の赤枠にあるのが、まあ、元の文章というか、これだと、通信で心理カウンセラーの資格を取った方に聞きたいですとか、まあ、ゆくゆくはカウンセラーの資格を生かして働きたいですみたいな、まあ、元の質問文がありますと。で、これに対して、まあ、類似度の高いものを取ってくるとですね、例えば子育て中、育休中に資格取って今その仕事をされている方とか、介護の仕事に就きたいと思ってますが、その仕事であったら有利だという資格があれば教えてくださいとか、まあ、比較的にその資格系の質問が、まあ、類似度が高く計算できていますと。これ良さそうだと。で、まあ、もう一個例を持ってきたんですけれども、これはですね、コロナで外出が減ってしまって、まあ、気づくと1歳1ヶ月になっちゃいましたと、子どもが。で、まあ、どういうところに遊びに行ったらいいですかみたいな、そういう質問なんですけれども、まあ、これに対して、類似度が高いものを見てみると、まあ、皆さん全部ですね、その1歳1ヶ月のお子さんに関する、まあ、投稿が上の方に来ますと。はい。まあ、このようにですね、まあ、いくつか定性的に確認した結果ですね、まあ、予想以上にいい分散表現を計算できることが分かったので、まあ、これは使えるぞとなりましたと。はい。じゃあですね、これ学習データ、テストデータどういうふうに作るかっていうところなんですけれども、まず学習させるときは、時間軸で、まあ、トレインデータとテストデータを分割して、過去に見た質問ベクトルからユーザーベクトルを、まあ、作りますと。で、そこから未来に見るであろう質問 ID っていうのを予測するようにデータを作りますと。まあ、これは過去に、まあ、こういう質問を見てた人たちは、未来にこういう質問を見るだろうねみたいな仮説ですね。はい。で、まあ、それで実際にオフライン検証、プレシジョンとかイコールとかを算出して、で、まあ、推論するときは、まあ、全期間のベクトルからユーザーのベクトルを生成して、まあ、推論しております。はい。で、まあ、このモデルの結果はどうだったかというとですね、このような形になりましてですね、まあ、今までベンチマークの数値はあんまり上回ってなかったんですけども、まあ、ここで数値を上回る結果になりまして、で、当初 KPI として置いていた数値もクリアして、まあ、ここでようやくですね、正式機能として 100% リリース。することができましたと。まあ、この間が約まあ半年ぐらいですかね。半年ぐらい、まあ、いろいろ、まあ、今回紹介したのは3つなんですけども、その3つの中にも、ちょっとパラメータ変えてやってみるとか、まあ、いろいろ実験を回して、まあ、半年間経って、まあ、ようやくリリースできたみたいな形になっています。はい。で、まあ、課題は、まあ、いろいろあってですね、まだ。まあ、例えば、コールドスタート問題だったりとか、まあ、オフライン検証のところも、ビジネス指標と相関するメトリックスとかを、まあ、見つからないよねみたいな話だったりとか、あとレコメンドのデータの更新性とかですね、
まあ、リアルタイム推論にするのかとか、バッチのサイクルを短くするかとか、あとまあユーザーからの明示的なフィードバックが今取れないとか、まあ、多様性とかどういうふうに検証するみたいな、まあ、課題はかなりまだまだあるぞといった感じです。はい。まあ、この辺はですね、まあ、引き続きビジネス貢献スペックやっていきという形です。はい。で、ちょっと最後にですね、機械学習パイプラインについて、まあ、ここはちょっと簡単にご紹介できればと思ってます。はい。で、弊社の方ではですね、AWS のステップファンクションズというものと、Amazon セージメーカーを組み合わせてパイプラインを構築しています。はい。で、まあ、ステップファンクションズって、まあ、どういうものかというとですね、AWS のさまざまなサービスをワークフローとして定義できるサービスになっています、はい。で、イベントブリッジと呼ばれるのか、トリガーする、まあ、機能があるんですけども、それと組み合わせることで、定期実行もできますと。例えば、1時間おきとか、1日ごととか、まあ、そういうことができます。で、まあ、これ、JSON 形式で、ワークフローを記述するか、あるいは、右の図のようにですね、このワークフロースタジオというものが、まあ、最近出てきて、これを用いて UI 上でポチポチ組み合わせてワークフローを作るみたいなことも可能になってます。はい、で、セージメーカーってまあどういうものっていうところなんですけれども、これはですね、機械学習のための統合開発環境と、まあ、謳われておりますと。で、まあ、ノートブックを起動してデータ分析とかモデルの構築することはまあもちろんできるんですけれども、あと実験管理だったりとか、あと学習済みのモデルをまあそのままエンドポイント発行してデプロイするみたいなこともセージメーカーでできたりします。個人的にまあいいと思っているポイントが、このセージメーカープロセッシングと呼ばれる Python の SDK があるんですけれども、まあ、これを使うことで、実行したい処理と、まあ、インスタンスタイプとかですね、を指定することで、このノートブックで分析している環境とは別の実行環境をまあ、持ってきて、で、その上で任意の Python スクリプトを実行することができるっていうのは、まあ、これ結構個人的に気に入っていますと。まあ、これどういうことかというと、そのノートブックの、コンテナイメージっていうのを分析用イメージみたいな形で用意しておきますと。で、まあ、その上で EDA とかをモデリングとかちょっとしますと。で、今度実際に、まあ、スクリプトにこう移植した後に、じゃあそのスクリプトはどこで実行するかっていう話なんですけれども、まあ、もちろんプロダクションと同じコンテナ上で実行できるのが一番いいので、まあ、そういった時にですね、そのノートブック上から、まあ、その Python SDK を使って、プロダクションのイメージを持ってきて、まあ、そのイメージ上で、この Python のスクリプトを動かしてね、みたいな形のことができるみたいなイメージです。はい。まあ、こういった形でですね、ワークフローの定義っていうのは、ステップファンクションズを使っていて、そのワークフローの中で、スクリプトの実行のリソースとして、セージメーカープロセッシングというものを使っています、はい。で、これ実際にその JSON で記述した場合の、まあ、ステップファンクションの例なんですけれども、まあ、こんな感じでですね、まあ、右側にこのビジュアルのエディターじゃないな、ビジュアライズされたものが出てきて、で、左側で JSON でまあこういうふうに書いているんですけれども、まあ、ここにセージメーカーのリソースっていうのを定義して、また実行したい Python のスクリプトををエントリーポイントで入力すると、まあ、それが実行されますと。はい。今、機械学習モデルっていうのは、結構そのリリースした後に継続的に学習させるっていうのがとても重要かなと思っています。まあ、特にレコメンデーションとかですね、データの更新性が高いものは、まあ、なお大事かなと思っていますと。で、まあ、そういった時に、このステップファンクションズとセージメーカーを組み合わせることで、まあ、いろんなメリットを受容しつつ、モデルの開発だったり運用が可能になりますと。で、ちょっと本日ですね、そのいろんなメリットのところについて、まあ、いろいろ話したいんですけれども、ちょっと時間の都合上、割愛させていただければと思ってますと。で、このあたりはですね、先日、AWS の DevDay に登壇した時の資料にまとめてますので、まあ、興味ある方はぜひこちらも見ていただければと思います。はい。では、最後にまとめですと。はい。今日はですね、まあ、オマリというアプリに対して、まあ、レコメンデーションという機能を入れる中での、まあ、変遷というのをご紹介してきましたと。で、今はですね、そのソフトマックスレコメンデーションと、まあ、呼んでいるものが、まあ、いい数値で推移しているんですけども、まあ、まだまだ課題は山積みですと。まあ、この辺はしっかりビジネス貢献できるように、これからもアップデートしていくぞという形ですと。はい。で、実際に機械学習のパイプラインを組むときは、ステップファンクションズとセージメーカーを使うと、かなり手軽に組めて良いぞという形です。はい。
あ、すみません、こっちが本当に最後ですね。で、最後になんですけれども、まあ、エンジニア絶賛募集中ですと。まあ、ここにはデータエンジニアって書いてあるんですけども、まあ、いろんなエンジニアさんを募集しておりますと。で、まあ、特にまあデータエンジニアさん、今絶賛募集中でして、ライフイベントだったり、ライフスタイルの課題解決をするサービスにまあ興味がある方だったりとか、データ基盤に関する意思決定とか、機械学習のプロダクト開発に興味のある方がいたら、まあ、ぜひご連絡いただけると嬉しいなと思ってます。今、実際に会社の中でそのデータを専任しているエンジニアっていうのがいなくてですね、インフラのエンジニアだったりとか、僕とかがそのデータ基盤とかちょろっと手を出してるみたいな形なので、まあ、そこをゴリッと意思決定できるというのはかなり楽しいタイミングかなと思っているので、まあ、ぜひですね、ツイッターの DM でも、まあ、モンテッドリキューでも結構ですので、はい、気軽にご連絡いただけると嬉しいです。はい、これで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。タカパイさん、ありがとうございました。あのディスコードをもしかしたらあのご覧になりながらなったのかも分かりませんが、あのすごいたくさんコメントをいただいておりまして、あのご質問っぽいものもあのいくつかいただいておりますので、ちょっとあの今はあのほぼほぼお時間ということで、あのこちらで取り上げることはできないんですが、あのこの後ですね、Ask the Speaker の、場所で、コミュニケーションを取っていただいたりとか、あるいはあのあれですね、メッセージを送っていただいたりとかという形で、あのコミュニケーションを取っていただければなというふうに思います。それではあのお時間になりましたので、タカパイさんのトーク終了とさせていただきたいと思います。発表いただきましてありがとうございました。また、参加者の方は、はい、ありがとうございました、参加者の方はディスコードで発表者に大きな拍手をお願いいたします。またコメントをいただいた方もあのコメントありがとうございました、ご質問がある方、また直接お話ししたい方は、ディスコードの Ask the Speaker のトラックチャンネルに移動してください、Ask the Speaker のトラックは、PyConJP_2 です。こちらからはお知らせなんですけれども、スポンサーによるスペシャルブースもありますので、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様はスポンサーブースのスタンプラリーにもご参加いただけます。応募いただくと豪華景品の抽選に参加できるほか、参加賞もご用意しておりますので、ぜひご参加ください。それではこのトークを終了とさせていただきます。改めましてタカパイさん、ありがとうございました。ありがとうございました。